はい、どうも、パティモス協会でございます。というわけで、今回もゴースト・オブ・ツシマをやっていきたいと思います。ですね、メインミッションっぽいもの以外は、ちょこちょこやってるんですけども、こういうところは全然まだやっておりません。あとは、ここのおばちゃんとことかね、やってません。ですが、だいぶこういうところの、なんていうんですか、ハテナマーク出てたところとか、キツネとか、そういったものはやってきております。で、技の方もちょこちょこ進めております。今でしたらこういう風に剣でたまに赤く光るやつをかわせたりとか、矢をガードしてると、防御でかわせたりなど、やってますね。攻撃を避けて人たちを浴びせるなど、転がって回避する。火が消せる。あとはね、クロードやったっけね。無くないが増えるとか、聞き耳が、いけるとか、移動できるとか、これはやっぱ言いますよね、聞き耳すんならね。一騎打ちで、これはね、大事。ここも早く上げたいんですけども、今ないので、一騎打ちで、今のところは二人まで行きます。これは絶対取っときたいなぁ、なんてね、思っております。そんなことも今言ってられませんので、とにかく今回は、おじいちゃん、久々に行きますか、ここね。石川さん行きます。さ、ともえちゃんという弟子に、まんまと裏切られて、猛虎に寝返られた先生。はい。なかなかのド S 先生ですが、そのおじいちゃん。あ、投げちゃった。ガードでどうすんだろう。ガードでどうすんの？ガード。これガードかな？ガード、これガードボタン知らんねえけど。ガードどれなの？ガードってこれなのかな？言ってくれへんな。はい、酒井です。酒井でございます。先生巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。マジかよ、こんなもん。巴を鬼と思いですか？謝りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ、生まれついての人殺しだ。それに教えたのさ。いや、お主にはわからん。お互いもうほんと、言うことがね、強い。自己主張が強い。来い、いずこへ。いずこへ。海の修練場、猛虎が来たいとおるらしい。そうかい。今そう。巴もおるはず。そうか。じゃあそこへ行けということですね。じゃあ行きましょうか。とにかく行っちゃいましょう。トモエが恐れ知らずであれば、ジョギング良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。ほら、こいつらの本当口答えが多いわ、お互い。なりません。なんで裏切りを？何故裏切りを？持てる技をすべて授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ罰したのだ。お辛かったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれはトモエが殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。そうかい。あ、そうそう。で、ここで言ったことあるんですけど、今回からゲームプレイ難しいになってます。難易度ハードでいきます。ノーマル標準は終わりにいけそうなんで、普通にハードで、はい、やっていっております。ここまでに、技をね、こう、なんていうの、これ。試練一戦っていうね、これ、なんかね、決闘してね、取った技なんですけども、この辺もハードで行ったんですけど、強かった。でもね、ハードの方が楽しいんで、ハードでやっていきたいと思います。だもんで今まで以上に死ぬ可能性はありますね。ここを登っていけ。先生は登れますか？登れますかって。先生。先生。どうした？もたもたするな。で、これね。降りらんねえ。懸垂かよ。降りろ。これね、登っていけって言うんですけど、実はこっち側から行けるんですよ。多分皆さん登っていったでしょう。あ、元の場所に戻るって言われた。ダメか。いけねえのかな。くっ
そこいつ、俺はあっちから行きたいのに。俺も初めてやってみたんですけど、やっぱ登らなきゃいけねえんだこいつね。ほんとこそ性格の悪いねジジイでね。まだいるかなあいつ。おさ、ひ、向こう行ってっしょ、ほら。じゃ行くとこ見てやろうか、あいつ。先生降りて、降りて、見てる。ちょ降りるが難しい。あ、ダメか。そう、まあいいか。じゃあね、これどうなるか今やりますか。俺はね、これでね、やつのね、裏を書いてやりたかったんですけどね。はい。消えてねえな。手を貸しますぞ。石川と話せ。石川いなくなったらどうだ。これで置いてやろう。あんねやろう。どうだ、これでいけるか。あ、もう石川と話せになっちゃってる。いるんだよ、こいつ。普通に歩いていくんだよ。先生とか言ったの、先に先回りしやがんだよ、こいつ。まずまずの出来だ。そうかい？やってねえぞ、お前の言うこと。聞いてねえぞ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。なかと言うんだよ、こいつ。お主の鍛錬にな。いや、ある意味鍛錬だったな。日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。ほうほう。的などどこに？矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。矢は持てないよね。矢が落ちたとこ行けと。ほら急げ。すげえな、せっかちな。せっかちのジジイだぜ。的を調べろ。この道の先ですね。幾人の猛虎が稽古を積んだ。人の首を的に見立てたのか。入れてんや、そこに。先生、先生というわけで助けてくんねんすけど。でこれね、ハードになって、私うわ、こうやってかわせるんですよね、ガードしてると。このね、あ、そうそう、あの犬みたいなやつがいいんだよ、あれ。あれが非常に厄介。これがね、普通の回避できない。なん、ちょっとよく、これがしたいですけど、これのやり方いまいちわかんない。これのやり方いまいちわかんない。どうやったらできるんだろう。あ、いけた。先生、やべやべ。危ないだ、お前には。あ、よし、いた。いたいた。あ、もう死んでる。ポイント。あ、ちょっとガード。ちょ、間違った。ガード。ガードどれやったっけ。これかわしてくれんのこれ。これでいけんのかな。あ、じゃあ無理だよ。どうやってかわすのこれ。これか。これで、あ、ガードこれか。よし、これだ。ガードこれ。今よかった。どうも。すごいでしょ、これ。じゃあ、当たんよ、余裕ですよ。五勝。はい。こいつらにはね、これが非常に有効ですね。ちょっと手こずりましたけど。区内返してもらおう。なかなかの腕だ。区内が強いんですね、だとにかくだけど。存分に休めましたか。立ちさばきを観察していたの。嫌なやつでしょ。あ、とどめさせなかった。猛虎がおるとご承知でしたね。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは、巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。痛いとか疲れた。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわ。よく言うわ、こいつもすげえわ。ういやつめみたいな感じで、おじいちゃんからしたら。はてさて、巴はどこへや。
探しましょう。さっきの下いなくなっちゃったな。そう、とどめさせておきたかったけど。じゃあ行きましょうか。調べていく。ここに足跡が10人かそれ以上。あとを追え。お前も来んやろ。おじじい、ほんと。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。無論です。よくぞ。こいつもね。こいつもね、あの買い言葉やからね。売り言葉には買い言葉タイプなんで。おじいちゃんもハーハー言うてるな。さあ、巴ちゃんいるんかな。あ、それっぽいと起きましたね。やられておるの。はい。もう一度 R 出たでしょ。R に出たやん。もうなれば離れ、これ結構近く行くと 見当たらなくなったりするんですよね。R にして早く。はい。はい。押してますでしょ。なんだ。なんも言わねえのかよ。おじいちゃん隠れてますけども。なんだよ。どうすんだよ。もう行ったらいいの。あれ、今度ちゃんと言うんじゃなかったっけ。なんかここ一応この先までやってるんですけど。来た。よし、無理になった。あやつら民を的に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。捕虜を救え。はい。というわけでね、猛虎兵は民を捕らえて捕虜にするけども、気づかれると真っ先に捕虜を殺しに行こうとするんで、気づかれずに倒しなさいということですね。まあ、そういうところにおりますゆえ。やっちゃった。こういうことするとダメなんですよ。あ、やった、殺しに行くんだよ。バレないように行けと。よいしょ、隊長、弱え。ハードでもこの程度。あ、必殺一回使ってみようかな。ほら必殺技。必殺技。そう、ユース。あ、来た。はいはっ。無駄に使いましたけどね。ちょっと気力的なも消費しますけども。こういうことができるようになります。なんて、大、四電一線ってやつかな。四電一線っていう技が今の技。強いんですよ。これ、防御不可能らしいですよ。助けてくれ。はい、あ、助けに来ましたよ。猛虎の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか、湯がどうとか、聞こえたのはそれだけです。面目ない。面目ない。だそうですね。あ、去っていった。普通に去っていきましたね。先生見てろ、遠く。あんたのせいでこうなってんですかね、言っておきますけど。体調クラス多分もらえないな。技しか使ってねえもんな。まあ、ただこんなね、試練一戦とか使っていくとダメです。この回復するのが大変だったりしますんでね。まあ今はちょっと使ってみましたけども、本当はこんなに使わず、頑張って普通に戦って、温存しておく方がいいかなと思います。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。闇討ちをすることを言ってますね。武士は守りてぞ。不意打ちは野党のすること。不意打ちしてなかったですか。知らぬゆえ水ともわかるわ。あら、怒られた。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら、
備えなければならぬ。良いな、はい、では道場で会おう。はい、つけてくれんのかな稽古でも。はい、というわけで師と弟子と浮世草ですね。まあこれ浮世草っていうのはサブクエっぽいんですけども、まあ、他のサブクエは私は動画外でやっていきますが、このなんかこのおっちゃんとかおばちゃんが出てくるっていう、おっちゃんとかおばちゃんが出てくるというか、ストーリーに関係ありそうなところは動画でやっていこうかなと思っております。で、日吉の言うとはここなんですよ。で、これ、次のおっちゃんのあれですけども、まあ、次回はこっち、この村長、今度はね、これもやっていきたいなと思ってんの。村長っていうか、これね、おばちゃん、ね、だっけ、まさこちゃん。うん。あと、確かね、誰かもう一人のね、おばちゃんね、残ってたと思うんですけど、入試になったんですよね。どこにいるのか。うん。ユナやったっけ、うん、その人。まあ、ちょっとその人のやつもちょっと進めていかなきゃいけねえのかなと思うんですけど。まあちょっとそれは次回どっちにするかまだ決めます。あとね、私動画内全然やってませんでしたけども、ここ、まあとりあえず日吉の湯に、ちょいと、このゲーム内の、まあ、ちょっとなんて風流な場所がありますのでね。それちょっと行ってみましょうか。はい。さあ、そこかな？こっちが飛んでる。ここに。おそらくこれだと思いますね。志村様はご健勝で。そこ温泉場ですね。日吉の湯。はい。今は猛虎に囚われておいでだ。うん。ご心配なく。辛抱強いお方ですから。戦の技量に優れ、さらに若まで。酒井様も若を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくても食い気味でみんな言ってくるな。一瞬読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。はい、そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです、はい、導いてくれるでしょう。だそうですね。地図を更新、噂の地がはい、なったと。そしたらそれはこれかな。豚もういけるやん、全然。じゃあ行きましょう。立ち寄った場所なんかな。ここですね。和歌を読むということができます、このゲーム。ここの穏やかなる時をもって、でこうやってね、いろいろとその3箇所毎回出るんですけども、そこに合わせると文字がね、竹の声、じゃあ地に立てば、って言ったら、晴天よ、晴天しましょうか、晴天よ。さあ、何が3つ。風に揺れたる竹林。野宿をせんと思うように、こっちは？木陰涼しく心地よく、木陰涼しく心地よくいいかもしれんな。最後、野宿をせんと思うように、晴天と関係ねえよな、全然。まあ一回だけど、まあこっちにしましょうか。これちょっといいですね。木陰涼しく心地よく。神主の神の加護で守らん。頼もしきほど草木も伸びて。あとはよくわかんねえわ。これは読めねえ字が我を。見えねえわ。重なりすぎ文字と背景が。これでいいわ、じゃあ。星雲や。星雲か。晴れた空よ。晴雲、木陰は涼しくて気持ちよく。小春の影も我を誘う。小春日和の陽気も私を誘ってくれる。
沖縄の申した通り心が静まり強くなったようだ。そうかい。また読んでみよう。また読んでみよう。というわけで、こう鉢巻きもらえるんですよ。心が強くなったような気がするって言うんですけどね、これね、こういう鉢巻きこうやってもらえるんですけど、もういっぱい持ってますけども、鉢巻きとか鎧とかは、何にも変わりません、ステータスは。もう、このゲームの特徴で、実際変わるものはこの太刀にこうやってね、こういうスキルという護符をつけたりとか、まあ、飛び道具を、これはどうなの変えれんのかな。とにかく防具と言われるこの辺のものたちは、何のステータスも影響しませんので、お好みのつけたらいいと思います。ただ、鎧に関しては、強くなる、弱くなるっていうのも多少あるんですけども、この、なんていうんですか、能力によって使い分ける。普段旅するんであれば、この旅の消毒とかすると、アイテムつきやすくなるとか、まあこれ攻撃するので、今言った武器の鎧を着ると。疲労とかそういうのを強化していくっていうことはできるのかな。これはできるかもしれませんけど、この、面と鉢巻きに関しましては、もうこの飲みのものをつけとけばいいのではないかなと思います。まあ基本的に何でも一緒です。はい。まとめて、まあ強化するとしたら鎧見つけて鎧強化するのと、刀はこれ以上新しい刀出ないそうなんで、持ってる刀を強化する。これぐらいのもんですかね。こういう受け取れるこういう鉢巻き、お面は何の効果もないので、お好きなものをつけてください。というわけで今回はね、サクッと終わりました。今回からハードでやってまいります。というわけで、酒井でございました。パテボス協会でございました。